信用して使える参考書の一冊だということで、はい、漢文やる人はやっとかないと、はい、多分問題がなくなるぞと。なるほど、確かに。武田塾チャンネル。入試始まりましたね。入試始まりましたね。で、とうとう、おそらくこのね動画を見てくれてる皆さんはですね、結構その受験学年というよりは来年受験を控えている方々が多いんじゃないかなと、うんうんうん、いや気になりますね。やっぱり1年間自分がどういう風なルートを進んでいけばいいかなっていうのは悩むところですからね。そうそうそう、だから1冊ごと武田塾のルートで選ばれている参考書を解説しちゃおうと、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。中森先生、はい、今日の1冊は今日は、マーク式基礎問題集漢文ですね。はい、マーク式来ました、うん、漢文どんな感じでしょうか。これはまあ、毎度毎度同じシリーズの、はい、毎度毎度同じです。センター形式のね、はい、若干短い文章で、はい、センター形式の練習ができる、はい、河合から出てる、はい、参考書のシリーズの、まあ、漢文ですけれども、はい、まずですね、はい、漢文は参考書が少ないんですよ。すごい。なるほど。その中で、はい、信用して使える参考書の一冊だということで、はい、漢文やる人はやっとかないと、はい、多分問題がなくなるぞと。なるほど、確かに。そういう意味で非常に貴重な参考書であると、はい、いうことですね。でまあ、多分これやる前に句法の、まあ、早覚え速読法とかステップアップノートとかね、はい、あの辺を武田塾の歌っていうのはやってると思うんですけど、はい、まあ、どう出てくるのかが分かるなと、はい、さらに あれやっときゃ本当にできるんだなっていうのがすごい経験できるかなと。なるほどね、確かに、はい、初めの方とかやっぱこれも短いんで古文と一緒で、うんうん、結構いいですよね。 うん、とっかかりやすいですよね、はい、であとできればやっておいてほしいのは、まあ、ここでねやっぱりその音読をしておいてほしいかなと。うん、本番長いんでね、センター本番もっと長くて読みづらいんですけど、漢文はね意外と音読できちゃえば意味は通っちゃうんですよね。内容自体はかなり国語の中でも簡単な部類なんで、でも漢字の意味にとらわれちゃってこう意外と読めないみたいなケースもあったりするんで、ありますね。この読解問題に入った時にやっぱそのスラスラ読めるっていう練習をしておくと非常に後々楽になるんで、ぜひここで慣らしておいてほしいということですね。確かに。で多分そんなにみんな時間かけてやってないじゃん、漢文って。古文がある程度仕上がってきて、はい、あやべ漢文やっとかなきゃみたいなのでやってるから、はい、そんなに多分量はこなせないと思うんですよ。だから一問一問でいかにこういろんなことを身につけるかっていう、うん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 、ことになってくるとは思うんで、はい、そういう意味でやっぱこれもちゃんとねただ問題解いて終わり次行こうじゃなくて、はい、使い倒すみたいなね、はい、漢文を持ってほしいという感じですね。はい、はい、ですね、うん、今回は以上です。はい、矢部先生、はい、まあ、この動画見てね、はい、まあ、もっと参考書のこと知りたいな、はい、ちょっと自分の勉強のこととかちょっと具体的に相談したいなみたいな、はい、とはちょっとどうする？こちらですよね。あ、こちら、はい、こちらに、うんうん、アクセスしてもらえれば、武田塾で無料の受験相談が1時間がっつり受けられますんでね、はい、うんうん、僕もこの相談を受けてもう本当人生変わって偏差値30ぐらい上がって逆転合格できたんでね、うん、はい、ただいま校舎もねめっちゃ増えてるんで、はい、増えてますね。最寄りの校舎でね、はい、ぜひ相談を申し込んでいただければと思いますので、はい、